ヤンケル・モールガンは、フランス・バンヌ出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは FW。スタッド・レンヌのアカデミーでプレーを始めたが、白血病を発病し14歳で退団。病気の治療のため、4年間にわたってプレーできなくなった。その後、トライアルを経て、地元クラブのバンル・オークルに入団。2007年夏、グルノーブルフット38からスタッド・ランスに移籍。 ランス対談後、トライアルを経て2009年8月24日に、チャンピオンシップのレスターシティ FC に加入。2010年1月までの短期契約にサインした。12月17日、改めて2年半契約を結んだ。2010年5月12日の昇格プレイオフ、準決勝、カーディフシティ FC 戦セカンドレグでは、PK 戦でパネンカを狙って、失敗。 最終的に4から3で敗れ昇格を逃した。2010年7月29日、リーグアンの AC アルルアビニョンにレンタル移籍。2011年9月13日、チャールトンアスレティック FC と2年契約を結んだ。チャールトンでは、ブラッドリー・ライト・フィリップスと共に強力な攻撃ユニットを形成、リーグ1優勝とチャンピオンシップ昇格に貢献した。 2012年7月25日、契約を2014年夏まで延長。2012から13シーズンは、チームトップの12ゴールをマークした。2014年1月31日、AFC ボーマスと2年半契約を結んだ。2014年3月1日のドンカスター・ローバーズ FC 戦で自身初のハットトリックを達成。 2014から15シーズンは全公式戦で17ゴールをマークしチームのプレミアリーグ初昇格に貢献した。2016年1月20日、レディング FC と1年半契約を結んだ。2017年1月10日、契約を2018年夏まで延長。2017年11月1日、2019年夏までの契約延長と合わせて、 契約満了後の引退を宣言。サッカーブルターニュ代表としてプレーした経験がある。ユースプロ、ありがとうございます。